スネーク、無事？ああ、なんとかな。だがさっきの蜂は、おそらくコブラ部隊のザペインでしょうね。やはりだ。奴らは俺を追ってるのか？わからない。コブラ部隊はザボスの命令にしか従わないの。ボルギンにも動向が把握できないのよ。だから私にも情報が入らない。そうか。彼らのことも何とか調べるようにするわ。あなたは先へ進むことを考えて。洞窟を奥へ進めばポニゾビへ。マングローブの茂る水路に出るわ。奥へ進んで。それと気をつけて。その洞窟は明かりが全くない。ええ、よかった。言い忘れてなかったみたいね。明かりがなくて困っているなら松明を使うといいわ。その洞窟のどこかに非常用の松明が置いてあるって話よ。松明か、わかった。で、どこにある？え？松明はどこにあるんだ？そこまでは知らないわよ。自分で探して。なかなかうまい。
捕らえたぞ。我らはザ・ボスの息子たち。俺はザ・ペイン。お前にこの世で最高の痛みをやろう。行くぞ。痛みを教えてやれ。そこだな。トミーガン。
まい。ワニの形をした帽子だって。ああ、どうだ。なかなかいいよ。動物への偽装は諜報の世界では古くから行われてきた。嘘か本当かは知らないが、第二次大戦中に OSS が牛の着ぐるみを使ったとかいう話も聞いたことがある。何でも放牧されている牛の群れに潜り込んで通過する敵の軍隊を偵察したそうだ。ワニの被り物なんて今時笑いも取れやしない。いわば単なる間抜けアイテムだ。だがそんなものでも使い方次第では有効なスパイ活動の武器になる。それを分かってるとはやっぱりあんた大したもんだよ。どうかしたのか。いや、スネーク、君という男は。どうだ、かっこいい。は？かっこいいわ。かっこいい？ええ。いや、かっこいいとは違うだろう。何が違うの？何がって、面白いとか笑えるとかバカじゃないかとか、そういうふうには思わないのか？いいえ。だってかっこいいじゃない。恐怖のワニ人間みたいで。なんだって？恐怖のワニ人間、SF 映画よ。知らないの？ああ。そう。面白いのに。交通事故の怪我を治そうとしてワニのエキスを注入したら頭がワニになってしまったって、そんな映画なんだけど、今のあなたそのワニ人間にそっくりよ。かっこいいわ。そうか。うん。まあなんだ、ワニキャップをかぶって自ら頭だけ出していればワニに偽装することもできるかもしれんな。何度言えばわかる。ダーニャ。はい。お前が抵抗するたびにこの愛人が痛い目に遭うんだぞ。ボルギン。待て、バイコフド。
お前の運を試してやる。よく見ておけ。この3つの銃のどれかに一発だけ実弾が入っている。続けて6回トリガーを引く。いいか？まだ運があるようだ。戦場で運を当てにするな。するな。やつは我々コブラ部隊が処理する。CIA の犬は片付いた。ザ・ペインがやられた。なんだそう。ガキとはいえやはりザ・ボスの弟子だな。フルシチョフが裏で手を引いているかもしれん。早い方がいい。最終試験の前に消してくれ。大丈夫だ。彼らに任せる。ザフィア、任せたわ。このじいさん、ずっと寝てるが大丈夫か？余命のエネルギーは戦場のみに使う。ジ・エンドは普段死んでいる。時が来れば目覚める。そして、奴はジ・エンド。おい、そこの風の愛人。雨が上がるまで私を楽しませる。クワバラ、クワバラ。ソロ、いるの？